長ズプロッサをかけた戦いが今年も始まりました。今回は関東草野球リーグ初戦後半の様子をお届けいたします。はい、前半戦のハイライト。翔平当てただけで、これが落ちる。はい、そしてランナー走って、翔平さんも走ってツーベース。はい、ということでね、前回の翔平さんのナイスバッティングから始まりました後半戦の様子をお届けします。さあ、ラガーズ2点ビハインド、もう終盤戦ですね。草野球です。5回、はい、先頭バッターはサードゴロとなってしまいます。そしてここ3ボールとなっていて、ピッチャー谷田出塁となります。さあ、ここで来ました、代打ヒロト。さあ、なんとか塁ね進めて、自分も出塁できればそれが一番ですね。低め低め。さあ、どうなる。ここで谷田がスタート、セーフ、盗塁成功でワンアウトながら得点圏となります。いや、ピッチャーなのにいいっすね、谷田自ら取りに行こうというところが。さあ、1本出ればタイムリーだぞ、ヒロト。ポツンと当てた打球、ファーストゴロとなってしまいますが、まあ、これは、ね、最低限ですよね。アウトなので、進塁打逆方向にしっかりと転がせているので、まあ、ここでね、ツーアウトながらですが、なんとか1点返しておきたいところです。さあ、そこでバッターボックスには西澤さん、チーム最年長。この打球ポツンと逆方向へ、いぶし銀、しぶとくライト前へタイムリーです。いや、もうね、本当に渋い活躍をしてくれます。もう本当にナイス、いぶし銀の活躍です。ナイスバッティング、頼れますよね。やっぱ長津はベテラン勢が本当に頼れます。そしてここダイソーだったですね、反撃といたいところだったんですが、牽制アウトとなってしまいます。まあ、逆疲れちゃいましたからね。はい、そして1点取った後の守備、これまず先頭キャッチャーフライとなり、ランアウト。これちょっとね、ボール出たの危なかったですよね。本当にスピンかかったらキャッチャーフライって取りづらい、うん。そしてこれがね、ハーフスイングだったんですが、フォアボールとなってしまいます。それでこれいらなかったっすね、ちゃんとボディで止めなければ。もったいない、申し訳ないです、ごめんね谷田。いやー、申し訳ない。これね、また得点圏にランナー進めてしまいます。そしてこの打球、セカンドキャプテンが前に弾いたところまでは良かったんですが、大きく弾きすぎたかなっていうところで、はい、ここはね、もうね、一塁ランナーいいんで、とりあえずバッター集中していこうということで。はい、そしてただこれレフト前にタイムリーを浴びてしまいます。そしてさらにレフトがもたついている間にさらに追加点を与えてしまう。これもね、結局は守備のミスが絡んでるので、ちょっと待ってないですね。はい、そしてこれはちょっとね、勝負だったので握った感覚が分からず盗塁となってしまい、これはもうね、このバッター先ほどライトですごいの打ってたので敬遠ということでさせていただきました。そしてこれ飛び出してランナーを刺すことができました。ただこの後ね、これ足入っちゃうんですよね。まあね、盗まれ、モーション的にも盗まれちゃったんで、セカンド牽制っていうのをしっかりとしないですよね。はい、またもこれ流し打ちでライトオーバーを打たれてしまいます。これでツーランホームラン浴びて、どん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 点差が広がっていってしまいました。今現時点で5点差かな。はい、この打球はセンター前にチャージして、チャージして、チャージして、スライディングキャッチ。嫌なかね、外野でも躍動しています。5点、なんとか返したいところ。先頭谷中フォアボールで出塁です。まあ、必ず出るよね谷中は。ナイス選球眼。そしてつむくん、これ高く上がった打球だが、めちゃくちゃ高いな、めちゃくちゃ高いな。なかなか落ちてこなかった打球、かなり上がりましたが、ライトフライとなってしまいます。はい、翔平の3打席目、1打席目はいい結果だったので、はい、これがパスボール、ワイルドピッチ、うん、まあバッテリーエラーで
一塁ランナーが死んで、これでゲッツーはなくなりましたね。インコースの変化球、これしっかりと選んで出塁となります。この日2出塁。さあ柴田さん、おー、これストライクか。見逃し三振となってツーアウトです。さあ代打滝、チームのムードメーカー滝が出塁すればチームも盛り上がる。ただこれも上げてしまう。サードフライとなって、まあ、チャンス作ってるんですけどね、この回も点を奪えず。そして龍我がラガーズ入団して初めてのマウンドへ。ただこれ先頭バッター打ち取ってるんですが、軟式のスピンにやられて落球となってしまいます。はい、この打球はレフトの前へ来るが、ただこれがまさかの落球となります。これでノーアウトでね、2人エラーで続いてしまいました。そしてこれアウトコースまっすぐ、ジャーソルキングナイスピッチング。はい、この打球も高く上がってショート谷田が声を出す。はい、ナイスキャッチ。ショートのね、谷田の守備はもう安定ですから、ね、ここは問題ないなと。はい、さあ2アウト。これもね、止めてあげたかった。ごめんね龍が、長番止めるのちょっと練習っすね。ダメっすね、キャッチャー戦で出てんだから。あー、これとって欲しかった。攻めたボールもわずかに、まあね、厳密に言うと確かにわずかに外れてたんでね、いやでもないっすもん。はい、そしてこの打球、連携がうまくいかず、連携ですね、アウトを奪えず、さらに追加点を与えてしまいます。やっぱ守備ですね、守備から痛い失点となっております。そしてこのボール、ギアを上げてね、空振り三振に打ち取っております。時間によりこれにて試合終了。今回は守備の失点が響いた試合でした。初戦痛い敗退でしたが、引き続き頑張っていきます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。